公益財団法人河川財団は、河川を軸とした啓発活動、研究活動、河川健康公園などの管理、河川整備基金の運用事業などを実施する財団法人として1975年に設立された財団法人河川環境管理財団を2013年4月1日に継承した財団法人。公益法人制度改革に伴い、 内閣総理大臣からの公益認定を受け、河川財団へ移行した。新法人への移行時に一部業務を縮小、廃止したが、基本的な活動内容は継承されている。以下、新法人移行後の河川財団について記述する。河川財団は、河川に関する啓発活動の一環として、各種出版物の発行、配布、ウェブサイトの提供、 メールマガジンの発行などを行っている。出版物大手の図書館や教育施設で閲覧できるほか、河川財団内の子どもの水別サポートセンターからも郵送で入手可能。また、一部は財団のウェブサイトにおいて PDF ファイルとしても提供されている。河川に関する教育や市民活動の推進に関する研究、河川管理。 水質保全に関する調査研究などを行っている。研究の成果は、書籍として出版されたり、研究所報告、技術資料などとして、財団のウェブサイトにおいて、PDF ファイルで公表されたりしている。以下の河川健康公園の管理を行っている。旧法人時代には、以下の国営河川公園等の管理を自宅していた。1988年に創設された基金で、 企業、地方募金委員会等から拠出された基金を運用し、調査、研究、環境整備、啓発活動への助成や自主事業を行っている。2007年3月現在の基金の増税額は、約281億2900万円。ありがとうございます。